今回 Amazon を見ていたらベンチメイドのバグアウトのコピー商品があったので紹介します。完全なコピー商品です。こちらはこのポケットクリップの部品取りで購入しました。詳細を見ていくともうほぼ完コピーです。なんですがやっぱりこのセンターズレ思いっきり寄ってます。寄ってるのとやっぱりロックが若干固め、こんな感じの作り。それともう一つハンドルはかなり柔らかいです。もう指で押すだけでくっつくぐらい、こんなハンドルで、このセンターズレも多分このハンドルが歪んでるんじゃないかな、そんな感じがします。もう一つ気になる点はサムスタットがちょっと安っぽい光り輝く赤なんですが、もうこの辺はもう完コピです。これは本物なんですが、ハンドルはマイカルタのカスタムパーツに変更してます。ポケットクリップも全く同じ形、コーティングが若干違います。こっちは DLC で、これはもう普通のコーティングだと思います。ブレードの仕上げはこんな感じ、サテンフィニッシュ。動きがちょっと固めです。なのでこちらのポケットクリップを外してミニグリップテリアに付け替えて、こちらにはもう古い、こちらの古いベンチメイドのポケットクリップを付けようと思ってます。こちらのミニグリップテリアにはエマーソンのポケットクリップを付けてます。ベンチメイドとエマーソンは全く同じポケットクリップ。それでは付け替えてみます。 T6 で、ミニグリップテリアにこのショートのポケットクリップをつけてみました。オリジナルよりも若干長いです。それではこちらのフェイクにベンチメイドのポケットグリップをつけます。使わないと思いますが一応。付け替え終了です。センターズレがひどい、動きもちょっと固めです。でハンドル材もちょっと柔らかい、切れ味当たりもなくてスムーズ。せっかくなんで他のベンチメイドを紹介します。今持ってるベンチメイドはだいたいこれぐらいかな。で全てディープポケットクリップに変更してます。ベンチメイドバグアウト純正のショート丈で、こちらもベンチメイド純正の普通のディープポケットグリップ、サイズが全然違います。短いので結構固めです。でこちらの長い方は結構緩め、簡単に開きます。でこちらサードパーティー製のディープポケットグリップ、見た目のとてもかっこいいポケットグリップです。でつけているナイフはミニプレシディオ2、一番好きなベンチメイド、ベンチメイド定番のグリップテリアン。グリップテリアンが若干大きすぎる。でこちらがミニグリップテリアン。このグリップテリアンとミニグリップテリアンのちょうど中間サイズ。でこちらがバグアウト、バグアウトがこんな感じ。今回部品取りで購入しましたが、こちらを買うぐらいならやっぱりちょっと高いんですが、 QSP のペンギン、とっても使いやすいナイフで、こちらは D2 ブレード、ジーンズマイカルタにディープポケットグリップで、ライナーロック式、普通に動きもスムーズ。あとはスイステック、ウッドハンドルでボルスターデザイン、フリッパーの動きもスムーズです。比べてみますとこんな感じ、サイズ感も似てます。でライナーロックがこんな感じ、
結構しっかりとしたライナー。あともう一つ紹介するとオンタリオのラット2、人気のラットシリーズの小さい方です。センタリングもこのモデルはそこそこいい。サムスタット式で。で、こちら AUS8。結構昔からある超定番フォールディングナイフ。で、こちらのモデルは若干古いので、ライナーが薄め。ブロンズのワッシャーです。で、G 点ではない樹脂ハンドル。少し古いモデルなので、ちょっと動きは渋め。なんですが全然使いやすいナイフです。サムスタットで普通に開く。少し前の定番ナイフ、そんな感じの使い勝手の良さです。オンタリオのラット2、この辺りおすすめです。